荒尾教皇3月18日から1974年8月22日は日本の陸軍軍人官僚。最終階級は陸軍大佐。高知県出身。荒尾大吉海軍隊員の長男として生まれる。横須賀中学仙台陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て1923年7月陸軍士官学校を卒業。 同年10月、陸軍省委に任官し付表第61、連隊付となる。1930年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。1931年12月、陸軍省軍務局付勤務となり、軍務局会員を経て、1934年11月から、ソ連重在。 1936年3月から1937年5月まで、ポーランド公使官府武官補佐官に在任。1937年5月、人事局会員に発令され、同年7月に帰国し、翌月、陸軍調査に昇進。1938年4月、参謀本部員に就任する。1939年8月、陸軍中佐に進級。 1940年9月、陸軍不評学校教官となり、大本営付けを経て、1941年11月、南方軍参謀に発令され、太平洋戦争を迎えた。1942年5月、参謀本部船舶課長に転じ、同年8月、陸軍大佐に昇進。参謀本部運輸課長を経て、1945年4月、 軍務局軍事課長に就任。終戦間際のクーデター計画に加わった。同年12月に復員し、第一福音省総務課長に就任。1946年6月、福音庁第一福音局総務部長に就任し、福音業務部長に移動。1948年7月から1949年3月まで、 全般容疑により菅も高知署に拘留されたが不起訴となった。1950年8月から1952年5月まで連絡部長を務めた。ありがとうございます。